皆さんこんにちは、バニパパです。避難生活をサポートする者たちをちょっと点検がてら、紹介してみたいなというふうに思っています。バニ降りろ。まずはバーニーですね。バーニー来い。そしてこれがそのグッズたちですね。バーニー座れ。そうだよ。もうまずは何をさておいても家族であるバーニーは一緒にもう真っ先に一緒に避難するわけなんですけれども、まあ、それと同時にですね、もういつもこの車に積んでいる、この車に積んでいるんですけれども、この道具たちですね、やはり避難するにあたってですね、もう当然足場はもう良くないのが想定されるわけですから、このようにある程度、まあ、しっかりした靴ですね、もうこれは、やはり靴はある程度しっかりしたものが、いるなということは想定されます。まあこれはですね、まあ普段から車に積んであるものなんですけれども、まあ山に急に山に登りたくなった時にもある程度これだったら、山登りもできますし、あとですね、まあ私急に空を飛びたくなったりした時にパラグライダーですね、まあ一人で、パラグライダーで空を飛ぶ時にもこれは使ってます。まあそんなに、高いものではないわけなんですね。普通に売っている普通に一般的に売っているまあ安い靴なんですけども、実際私が使っていて、私の足にはまあ合ってるんじゃないかなっていう感じですね。で、まあ、まあある程度ちょっとした手袋みたいなものもありますね。もう普段でもこれはちょっと寒い時には、まあ使える、まあこれも安いものです。で、当然のまあ災害っていうのは真夏でも真冬でもいつ起こるかわからないので、このような帽子とかもですね、ちゃんと顎ひものついたタイプの帽子、これも、夏の山を登ったりするときにも普通に使ってるものです。まあやっぱり災害時には情報源が大事ですから、どのようなね、状態になっているのかというのを知るために、こういったラジオ、緊急時のラジオは大事です。普通に電池も使えても使えるんですけどね、電池でも使えるしアダプターも使えるんですけど、やはりこういった電池がなくても使えるように、手回しですね、くるくる回すことによって発電をして、まあニュースとかが聞けるというものですね。一応ライトもついてます。で、まあ一応私無線の免許も持っているんですけど、無線機ですね。でも趣味ではないので、実際は使ってません。まあ何かしら免許とかあればいいかなっていう程度で、免許を取って無線機もあるっていうだけですね。あと情報収集のためには、まあ、ある程度双眼鏡とかもあった方がいいかな。これも普段から私ですね、やはり山を登ったりするときにも事前にその山の様子を見るときにも使いますし、他にも普通にこう鳥を見るのも好きですしね、普通になんだかんだで使ってる双眼鏡です。あとはですね、これも普段から私よくまあツーリングに行ったりですね、当然バーニーをいつも連れて行くんですけど、まあそういった時期にですね、車の中で気軽にプラッと寝てもいいようにいつも、歯ブラシとかいろいろ持ってます。あと水を使わなくても、使えるシャンプーとかですね、いろいろ
体を拭いたりするようにできるものも持ってます。まあ宇宙行った時もそうですよね。よくあの宇宙ステーションでね、あのいろいろ日本人の宇宙飛行士の方とかも、まあ、活躍している時代なんですけれども、そういった方もですね、宇宙でやはりあのお風呂に入れないので体の清潔を保つためにもですね、水を使わなくてもいいシャンプーとか、今便利なものがありますからね、そういったもので私も対応したりする時もあります。あと非常時にはですね、今こうなかなか今こう手に入らないと思うんですけど、こういったヘッドライトですね、頭につけて両手もフリーな状態で使えるという、これ本当に非常にいいものです。これ一押し、あの頭につけて角度も変えれるし、でこれとこれあるんですけどね、一応これは去年バーニーと一緒に富士山に登った時に、実際に使ったライトです。去年の今頃だったかな、何月だったっけ、とにかく去年の、春に買ったヘッドライトです。でこれはですね、これもその後に買った去年買ったライトですね、これが600円だったかな、これ600円、LED がいっぱいついてます。まあ、こんな感じですね、600円で、こっちが7000円ぐらいだったかな、7000円ぐらい、こんな感じですね。こっちの方が明るいです。真ん中にこれあの1個しかついてないですけどね、この LED が1個しかないですけど、こちらがもうすごく明るいです、こちらはいっぱいついてない、ついてるんですけど、さすがに値段層ですね。まあこちらは600円なので、600円なりの明るさって感じはしますけど、これはこれで普段使うにはこっちいつも家の中でも使ってます。私はあんまりあの明かりをこうこうとつけ、家の中で明かりをこうこうとつけるタイプじゃないので、まあ、なるべくならこう質素に、質素な生活ができてそれでいいかなっていう感じなので、トイレ行くにもどこ行くにも大体これを頭に、家の中でも頭にこれをつけて、あれですね、必要な時に明かりをつけるっていうだけの生活を普段からやってます。ちょっと変わってますね。でこちらはちょっと本格的用なので普段は、普段は使わないので、これはこれで車の中にいつも、常備している感じですね。本当にこれは明るいです。まあ爪切りも必要ですよね。爪切りもやはりいざという時にですね、爪が伸びているとやっぱりイライラすると思うんですよ。あ、なんか知らないけどあっという間にこういうのって伸びちゃいますからね。爪切りとかも結構大事です。まああとは、まあ、非常食ですね。パン、緑のサバイバルパン缶詰、ここをプシュッと開けると、カチップシュッと開けるともうすぐに食べれるというものですね。これは2008年の4月に買ったものです。2008年の4月ぐらいにですね、名古屋市の、そういったですね、災害フェアみたいなものがあったんですね。その災害時にどのようにして自分の身を守っていくか、またそのどのように、ね、行動すべきなのかといったような考えるのが名古屋市内であったんですけどね、その時のまあ、フェアというかイベントで買ったものです。2008年の4月に買ったもので、賞味期限が2012年の7月の31日になってますね。でもう一個同じ日に買ったんですが、同じものなんですけども、こちらは賞味期限が2012年の
8月の13日ということになってますね。2008年に買ったもんですからね、9、10、11、12、まあ4年以上、保存可能ということになりますね。で、こちらはですね、違うメーカーのパンの缶詰なんですけれども、チョコチップのパン、まあ、これもこの缶プシュッと開けて、すぐにパクパクっと食べることができるパンですね。これはですね、東日本大震災が起こる直前に買ったものです。もうこちらが期限が切れてしまうといけないなということで、本当につい最近ですね、東日本大震災が起こる直前、3月の初めに買ったものです。3月になってすぐに買ったもので、賞味期限が、2013年の8月30日になってますね。今年の3月の最初に買ったもので、2013年の8月30日が賞味期限です。チョコチップパン、まあ普通のこういうパンにチョコチップがですね、まあ混ざっているといった感じのパンですね。で、小豆のパンというのがありますね。これも同じような感じです。これもですね、今年の3月になった時に買ったものです。本当に今となってはですね、なかなか手に入らないと思うんですけどね、もうこのような、東日本大震災が大変影響が、日本各地で広がっておりますので、まあ、こういったものももう今となっては手に入らないのかもしれないですけど、私、この大震災の直前でまだ誰も見向きもしなかった時にですね、買うことができました。で、賞味期限が2013年の11月24日というふうになってます。あ、ちなみにこれ結構私好みの味です。なんていうんですか、まあこれですね、結構この小豆が、私小豆自体そんなに好きじゃないんですけど、もし非常時にですね食べるとしたらこれいいんじゃないかなっていう気がしました。結構私好みの味でした。で、今回初めて買ったのがこのキャラメルのパン、これは初めて買いました。まあこれも東日本大震災直前にですね、この同じこの3巻は3巻と、まあ後で紹介するこの五目ご飯も同じ時に買ったんですけどね。で、賞味期限が2013年の6月14日というふうになってますね。どんな味なのかちょっと楽しみです。五目ご飯ですね。これはですね、まあこういうパサパサって感じなんですけど、お湯を注ぐだけ、お水でもできます。美味しい保存食とかってあるんですけど、私ですね、まあ他のメーカーのものを食べてみたんですけど、今の保存食ってね結構美味しいですよ。意外と普通に食べれます。っていうか、メーカー、場合によってはですね、そのメーカーによってはお店のリゾットやら五目ご飯より美味しい場合があります。下手なお店より美味しい場合があります。で、これが、賞味期限が、まあこれもこの缶と同じようにですね、東日本大震災が起こる直前に買ったもので、本当に今となってはなかなか手に入らないと思うんですけどね、今年の3月に買って、賞味期限が
2016年の1月15日ということになってますね。